普通の折り紙2枚と小さい折り紙1枚を使って作ります。まずは顔の部分から折っていきます。色のついた面を内側にして折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。 開いて、右の角をてっぺんに合わせて折ります。裏返して、反対側も同じように折ります。これを、上から開いて、このように三角形に折り替えます。 右の角の上の部分の一枚をてっぺんに合わせて折ります。左の先っぽも同じようにてっぺんに合わせて折ります。これを裏返して、今度はこの一枚のこの部分を縦の筋に合わせて折ります。 反対側も同じように折ります次にこの先っぽをここから2センチ上のところでめくりますめくってこの線をこの角に合わせてこの位置で折ります 反対側も同じように横線から2センチ上のところでめくり始めて角と線を合わせてこのように折りますこれを上下ひっくり返して次にこの先っぽをこの交差する中心に合わせて 折りますその角の先を1センチ、一1センチぐらい下に下ろしますこれを正面から見てこのこの部分斜めに折るんですが軽く折り目をつけて。 裏返して、この角から、この部分から折り始めて、この耳の付け根のところまで、まっすぐに折ります。折ったらそれを、潰して、こんな感じにします。反対側も同じように、この角から、この耳の付け根まで、まっすぐ折って、 このように潰しますこれを横にしてこの部分めくってこのように折ります反対側も同じように横にめくって左右のバランスに気をつけて折ります表にして 次にこの耳の先のはみ出た部分を裏側に折って隠します。これで顔の部分は完成です。次に体を折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。 これを開いて下を今ついた折り筋に合わせて折ります。上側も同じように折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて今ついた折り筋に下と 上を合わせて折りますこの正方形を今度は三角に半分に折ります開いて90度回してこちら側も三角に半分に折ります開いて 開いて、この部分の折り筋に合わせて、このように折り替えます。反対側も同じように開いて、このように閉じます。これは伝統的な二層船の折り方です。これを横にして、下側を大体いい1センチ幅で、 上にります上下ひっくり返して反対側も同じように1センチ幅で折りますこれを縦にしてもっと違うか横にした状態でこのように横に広げますそしてたわんだ紙を 上で曲げるとこちらも一センチ幅ぐらいになります。このままこのようにつぶして折ります。次にこの部分の三角形を真ん中からこの斜めに折ります。 反対側も同じように真ん中から斜めに折り返してその先っぽをさらにやや外向きに下に折り返しますこれを表にして今度はこの両側の肩の部分を 裏側にこのように折ります。反対側もだいたい同じぐらいの位置で裏側に回して折ります。これで体の部分は完成です。あとは小さい折り紙でプレゼントの部分を作っていきます。 折り紙を三角に半分に折ります。次にこの左側の角をだいたいでいいんですが裏側に折ります。次に右側の先っぽをやや斜めに小さく折ってそれを立てて 少し中を広げながら上から潰します。最後にこの上の角を裏側に折って、これでプレゼントの部分も完成です。だいたい組み合わせると、こんな感じになります。顔に色を塗っていきます。 まずはくちばしの付け根から両目を描きますまん丸の両目をくちばしに端が少しかかるぐらいの位置で描きます その少し内側にもう一つ丸を書いてさらに顔の中心に近づけた位置に楕円形の黒目を書きます中の光も残して これに色を塗っていきます。黄色でくちばしを塗って赤で頭の上を塗ります。あとは目の部分を黒いペンで縁取りをしながら中を塗りつぶしていきます。これを体と組み合わせます。大体の位置でいいんですが位置を決めたら くちばしの隙間の部分をホチキスで留めます次にプレゼントを小脇に挟ませてこの位置で足の間の部分でホチキスで留めます形を直してこれでデリバードの完成です